回も、D ドライブのせいさんに来ていただきました。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ。はい、ということで、途中加工してたやつが出来上がっております。うわぁ、綺麗に剥がしが終わってる。そうなんです。あ、こういう木目だったんですね。はい、めっちゃ綺麗な。若干オレンジもね、前の色も残ってるんです。あ、本当ですね。はい、また導電塗料でこう黒く塗り直すので隠れるとこですね。あ、で、このスロイド、そうですね、黒色の加工を新たにしています。で、一応今回、ボディトップ面の、はい、色を決めて、着色までできればなと思って。おー、着色まで今日やっちゃうわけですね。そうなんです。なので、ちょっとバック面はマスキングでちょっと色がつかないように、はい、あー、なるほどね。はい、隠してあります。で、ネックの方もフロイドローズということなので、ロックラットですか。ロックラットの部分のちょっとマスキングはあらかじめしてあられてるんですけど、いい感じですね。で、フレットも打ち直してますね。ですね、はい、本当は綺麗なと思って。そうなんや。はい、前回のお話は VAR っていう話だったので。そうですね、ジャンボ、はい、そうですね。へぇ、まず、ボディカラーですね。ボディカラー、はい、はい、なんですけど、ちょっと色のイメージをもう一度ちょっといろいろ見ていただこうかなと思って、あらかじめちょっとカラーサンプルを作ったので、それとちょっと、ちょっと似たような色にやっちゃうの。じゃあ、なんか、ですね。一応、その油性と水性で2種類あるので。え、どう違うんですか。一応色の出方が若干違うんですね。で、こっちは水性の方なんですけど。こっちが水性。はい。こっちが油性。油性ですね。で、その黒が油性っていうか、上から乗せてるのは全部水性ですね。水性同士が混ざるんで、こういう感じになる。ああ、なるほど。ちょっと柔らかい感じ。油性だと分離するってことですね。そうですね。割とはっきり。濃いところと。そうです。はい。好みです。油性が好きですね。綺麗に出るのがやっぱりいいですよね。これはだいぶね、難しいですね。難しいですね。多分、これ一応サンプルで急いで作っただけなんで、もっといろんな。ああ、そう。この組み合わせでね。組み合わせで、そうです。迷ったな。そうですね。今日やっちゃうよ。そうっすよね。いや、ほんと迷うな、これね。これが多分前言ってたイメージのカラーだと思うんですけど、でもね、こんだけ見ると、なんか迷ってきたぞ。違う色にしようかな。とか思うぐらいなんか魅力がありますよね、これ。実はね、最近、はい、D ドライブの曲でね、はい、僕が作った曲なんですけど、グラデーションっていう曲があるんですよ。おお、これは確かに。そうねえ、あ、もしかして聞いた。まあ、実はね、ちょっと狙いまして。やっぱりちょっと、こういうのもうなんかこの辺、なんか俺のために作ってくれたみたいな。ぜひぜひ、ちょっとグラデーションしちゃおうかな。しちゃいます。めっちゃかっこいいですよね。で、この上をもう少し明るく、はい、ちょっとピンク色の感じにして、いやー、これは楽しみ。で、これでナチュラルバインディングが入る感じで、ナチュラルバインディングいけますね。マスキングさえすれば、よく高い。ピックガードがこれやったら何が合うと思います？うーん、どこもそのままでいい。
という感じすぎますからね、うん、黒ロゴやから、うん、なるほど、うん、確かにそのまま浮き出る、はい、あ黒の上にあのシスラ何がとも黒が勝つので、ああそうなんですね、そうだいぶ含んでますけど結構じゃあ含みますし、あとで水でこう含みますし、はい、じゃあこうですね、こういきます、いや、えどう緊張するスーッすごい、うん、いいやもっとやったと思います、ここら辺もうちょっとだけで、あ、いいですか、はい、じゃあここからですか、そうですね、はい、あ、この辺濡れてないですね、あ、マスキングの縁のところが結構入ってなかったりするんですか、なるほど、はい、ああやっちゃったって感じだなこっから見たらすごいですよ、おお綺麗ということで今回、せいさんと一緒にですね、キーチャックス職の方ね、もうすごいの出来上がったんですけど、すごい、そうですね、で今回単線どうでした、で当初 あの予定の色と全然違う感じになったんですが、いかがですかせいさん、いやもう本当その通りでね、やっぱサンプルをいろいろ見せられると結果こうなります、でもね本当に気に入ってまして、このグラデーション、自分も作業にちょっとねやらせてもらったんですけど、やっぱ自分でやるとね愛着湧きそうで、すごい完成が楽しみです、はい、ありがとうございます、いやーす、